F の経済学、経済学ガールの冒険。花巻市の富士大学は地域社会の発展を担う経済・経営人材の育成を基本に、経済学専門の大学として50年以上の歴史があります。この番組では学生と一緒に身近なことから経済学を学んでいきましょう。自家栽培の野菜を使用したカフェでランチ、美味しそう。この野菜すごく美味しいな。いつも食べてる野菜と全然違うみたい。これが先生が言っていた6次産業なのかな。6次産業化とは、農業・農村の活力を軸にした第1次産業と第2次産業、第3次産業との有機的・統合的結合を図ることを意味します。これには2つの意味があって、1つは農家所得の向上、農業経営の強化、もう1つは地域経済活性化の1つとして現在注目を集めているんだ。6次産業化を実践しているのは花巻のファームプラス。カフェの他にもあるものを販売しているそうですよ。なんか落ち着いた空間で素敵なカフェですね。皆さんに畑や農業を身近に感じてもらいたくてオープンしたカフェなんですよ。農業って大変そうなイメージがあるのですが、実際大変なんですけど、やってみると結構楽しいし感動があるんですよ。うちでは農業体験を定期的にやってますんで、ぜひうちの畑に遊びに来ませんか。はい、ぜひお願いします。ということで、平賀さんの農場へやってきた経済学ガール、どんな発見があるのでしょう。ここではどんな野菜を作られているんですか。ここでは主に夏野菜を作っていて、ハウスがミニトマトで、こっちにナスとか奥にインゲンとか栽培してます。うちのカフェで料理として提供する他に、自分たちでドレッシングを作ってるんですけど、その原料になったりしています。これが6次産業というものなんですね。そうですね。農業経済学とは、農業と食料をめぐる経済的諸現象、つまり生産、加工、流通、消費について経済学、社会学の成果を応用して解明する学問です。お店を経営するなら簿記が得意な方がいいんですかね。そうだね。会社を経営するとなると、物の生産にかかる費用以外にも水道光熱や人件費やら、いろいろな費用がかかることになるから、簿記の記録っていうのは大事になると思います。岩手の未来は明るい。未来の自分をイメージ。いかがでしたか。経済学ガールの冒険は続く。お楽しみに。